はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今回ですね、介護業界、主に介護士の待遇、給料についてちょっとお話をしていこうかと思います。私自身、13年ほど介護の業界におりまして、施設介護なりね、通院、病院勤務、それから訪問介護、これが一番長かったんですけどね、そういうふうな、仕事をさせていただきました。で、私はね、介護の中でも、療育担当って言って、小学生とか中学生ね、場合によっては20歳前後の男の子や女の子と一緒に過ごすこと、外出支援とかね、生活支援が主だったんですよ。で、待遇としては時給で1200円プラスアルファいただいていまして、車は私持ってましたんで、車持ち出しでやったりね、時には事業所の車を借りたりとか、しましてですね。そこはそこでまた手当をいただいていたってことなんですよ。だいたい25万円の給料が30代で、切ることがなかったかなというところと、勤務最初の1ヶ月ってのはね、さすがに、同行と言いましてね、半分教えてもらいながら、半分利用者さんと顔つなぎをさせていただきながら、サービス提供責任者の後をついていったみたいな感じだったんですね。その時の給料は8万円でした。2ヶ月目からだいぶサービスを拡充していただきまして、私の希望もあったんですけども、朝6時から夕方6時までの間で、基本的にはね。で、月から、金、場合によっては土曜日。で、日曜日は、特別なことがない限りは、事業所は休みですんで、ないという状態ですね。だいたいそれで、月に25万円を切ることがなかったかな、というのが、2ヶ月目からの私の給料でしたね。当時も私30代も半ばに差し掛かろうとしていたところだったんで、このね、30万は超えないけども、25、6万から30万弱の給料で安定していたのは非常に働きやすかったかなと思います。プラスですね、18時で仕事が完全に終わりますんで、そっからはね、特に仕事がないわけなんですよ。ただ飛び込みで、例えばね、24時間介護の深夜見守り介護、こういった方の突発的な休みがあるとかね、その方が都合で出られないよって方は、ピンチヒッターをたまーに1ヶ月に1本か2本頼まれることがあったかなというところですね。それも私の都合が悪ければ断ることが自由にできましたんで、お金欲しいなと思ったらね、朝までそこにひっついてですね、見守りをさせていただいて、特別な割増給料 50% プラスなんですね、深夜っていうのはね。ですんで、単純に8000円だとしたら1万2000円みたいな感じでいただけてましたね。私の場合は1200円の時給だったんで、1200円かける、例えば10時間で、1万2000円。それに 50% なんで、1万8000円の、夜勤手当とか込みでですね、臨時収入みたいな感じで。私としては、割がいいなと。これが月に1本2本入ったら、非常になんかね、30万超える時もあって、その時は、これでいいかなと思っていたという、そんな経緯がありますね。はい。で、この私一人の例ではね、なかなか多くの方の介護業界の給料っていうのは測れませんので、ビッグデータを見させていただこうかと思います。それによってちょっと一緒に考えていきましょう。こちらをどうぞ。はい、まずはね、駆け出しなんですけども、介護士の仕事の平均年収は約318万なんですよね。で、私がさっきお話して25万円を1年間受け取ったとすると300万なんですよ。ですんで、先ほどの私の給料と、トントンか、私がちょっと及ばないぐらいですね。介護士の仕事の平均年収は約318万。ちなみに全業種で40代を平均取ってみると582万なんで、およそね、半分とはいかないですけども、かなりの差があることがわかると思います。この辺で、介護ってのは給料が安いというふうにね、言われる、原因にもなってるんですけども、でもよく考えてみていただきたいのは、介護士さんっていうのは18歳から19歳ぐらいから現場に出て働くんですね。もちろん、中途採用とかで、私みたいに30代でいきなり入ってきたっていう人もいますけども、要するにね、平均年収ってこれ、何十代って書いてないでしょ。全体でなんですよ。ね、18歳で勤務される方から、施設長とかね、なんかケアマネージャーとかね、そういうのも込みで、給料の高い人も合わせて平均318万で、単純に測れないところありますよね。で、括弧の中で、全業種の中で40代平均って出してるのは、私がね、40代ってこともあるんですけども、大体この働き盛りといいますか、40代以降の中途っていうのは極端に少なくなりますんで、中途採用があったとしても、だいたい40代が、平均なのかなと思いますんでね。20代、30代でも中途採用あるんですけども、一応今回は40代というね、おそらく40代以降で転職して急に入ってくるってことはないだろうっていうふうな仮定で、ここに40代平均を取り上げさせてもらいました。
あの、やっぱりね、40代ぐらいで入社してくると、最初給料安いんですよね。当然ですけども。特に異業種から来る場合は安いんですよ。あとね、逆にヘッドハンティングされてくる方は、今度はね、平均所得が1000万とかからスタートになってますんで、高いんですよね。だそういうのを込みで、まあ、落ち着く年代40代くらいじゃないかなと思いましてね、ここに取り上げさせてもらいました。で、日本の平均年収と比較すると、やっぱ低い傾向にあるっていうのは、まあ、それはこの数字から見ても分かりやすいと思いますし、まあ、現場にお勤めの方はね、肌感覚でそう思ってると思うんですよ。確か私の、先ほどの25万円平均っていうのもね、当時私が30代で考えると、まあ、新卒で大学を出て、それから出世すれば、まあでもそのぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。でも40代ぐらいで部長職とか、まあ、取締役っていうね、職がつくとすると、一気に給料は跳ね上がりますし、あとね、あれなんですよ、株式なんですよね。自社株を持ってるかどうかってところもかなり大きいんで、まあ、介護士さんは株を買うってことはあまりないと思いますし、介護士さんがお勤めになってる会社がね、株式を公開してるってこともなかなかないと思いますんでね。うん。だからそういうところで、給料は年代によって大きく差が開いていくっていうところの要因の一つになってるような気がしますね。はい。でね、月給で換算すると、介護士さんの給料はだいたい26万なんで、先ほどのね、30代でいきなり介護の業界に入ってきた私の給料とやっぱりどっこいなんですね。で、初任給。まあ、18歳、19歳、20歳前後で初任給っていうのをもらうと思うんですけども、19万円なんですよね。だからここから少しずつ給料を上げて、30代ぐらいには、まあ、26万ぐらい乗せるって感じなんでしょうね、きっとね。で、パートさんやアルバイトさんの平均時給は975円、1321円となってますんで、まあ私も扱いはね、パートアルバイトだったんで、時給1200円。ね。社員とかではなかったですから。で、派遣という形でもなかったんでね。まあ大体この辺は合ってるかなと思います。以上が厚生労働省の賃金構造基本統計調査、2021年9月9日を取り上げたものになります。で、もうちょっとね、現実に即した数字をグラフで見てみましょう。年代別の年収ですけども、ご覧のように、20歳から24歳の平均年収って297万なんですよね。だから、月給で20万ちょっとなんですよ。そう考えると、大卒の一般企業の初任給が20万前後ですから、スタートではほとんど差がついてないということなんで、何も介護だから給料が安いっていうのは違うんじゃないかなっていうふうなね、判断ができますよね。むしろ、これはね、年を追うごとに、年代を重ねるごとに、給料が上がらない仕組み、もしくは、給料を上げていってない従業員さんの、まあ、ちょっとね、頑張りの差が出てるのかなと思います。そもそも、介護の業界に、あまり給料をステップアップさせる仕組みが、たくさんないような気がするんですよね。一般企業の場合ですと、まあ、資格を取ったら、その分だけ毎月給料が3000円とかね、プラス5000円とか、例えば中小企業診断士の資格を持っている社員でしたら、毎月給料がプラス1万とかになるはずなんですよ。で、あとはね、社内資格ですね。会社が独自に設けている資格が、まあ、10種類ぐらい、だいたいあると思うんですけども、いろんな会社。それを全部取ると、やっぱりプラスで給料がその分だけ何千円とか何万円プラスになるんで、結局基本給がね、例えば15万って書いてあっても、そういうふうな資格手当を入れると、毎月の給料の最低賃金が22、3万からスタート。プラスアルファ、いろんな手当とか交通費とかになってくるんで、どんどん高くなってくるのかなと思うんですよ。あとはやっぱり役職手当がきっちりつくっていうのも特徴ですよね。まあ、介護の業界で役職手当って、何でしょうね、サービス提供責任者、ヘルパー1級、あとケアマネージャーにつくぐらいで、あとは、例えば、水筒とか財務とか、顧客管理、営業、その他、労務管理とか、そういうのを兼任しなければ、なかなか給料って上がっていかないんじゃないかなと思いますよね。で、私の年代ボリュームゾーンなんですけども、40代から50代の間、40代から、だから49歳ですよね。40代の人の平均年収が、やっぱりね、高くないんですよ。特に40から44でピークアウトしてるんですよね。平均年収の縦の筋を見てください。平均年収ね。左から2番目の段ですけども、なんと一番給料が高いのが40から44で、そっからは下がっていくんですよね。20代は297万からスタートして337352と上がっていくんですけども、40から44がマックスの給料でこれ以上上がらないというふうな平均データになってます。だから今ね、40代でお勤めの方は、相当頑張らないと、はい、この表を見てね、わかるのは、
一番給料が高い年代が介護業界は40から44だということなんですよ。このね、平均年収を縦に見ていくと、これ左から2番目の数字ですけども、20代では297万、337万というふうにスタートしてますけども、40代をピークに45から49の給料は下がり始めて350万。そして50代になると337万とかね、338万とか、もう落ちていく一方なんですよね。だから相当頑張って特別な職位に就いたりとか、特別な資格を取っていかなければ、まあ最低ケアマネージャーとかいるんでしょうね、きっとね。まあ結構所得的には厳しいかなってところもありますし、裏を返せばこの所得ってことはずっと現場にいるってことになっちゃうかもしれないですね。身体的な負担もかなり大きいと思いますので、勤務の継続が難しかったり、時には体を壊してしまうってことも大いにあるかなと思います。やっぱり年代に応じた役職とか、役務ってあると思うんですよ。もちろん現場が、すごく大事っていうところもあって、現場に出ることもあると思いますけども、それはあくまで指導の時に現場に入るとかね、人員調整のために瞬間的に入ることはあっても、基本的にはデスクワークといいますか、組織の管理、運営、教育、こういったものに仕事をシフトしていかないと、結構人生設計とかね、あと組織体系がおかしくなっちゃうのかなと思うんですよね。なんかその介護の現場って結構年代の高い方がいらっしゃる例があると思いますけども、なんか副業でね、ポンと、本業の休日に、アルバイト半分、ボランティア半分で入られる方がいるかもしれませんけども、この介護を本業とするならば、年代に応じたステップアップはやっぱり必須だと思うんですよね。で、現場で磨き上げたスキルを新しい新人さんに教えてあげるっていうね、もしくは教えてくださいと言われる関係で、実際新人さんが育っていって職位を上げて業界を拡充して給料も上げていくってこと、その繰り返しで業界全体がステップアップしていくと思うんですよね。だから40とか50代で現場にずっといて、で20代30代と同じ仕事をしている限りは業界の底上げっていうのは非常に難しいんじゃないかなと考察することができますね。はい、じゃあ次行きましょうか。介護福祉士さんの仕事の一覧なんですけども、一体どんな募集がね今日の時点であるのかってことをちょっとリクナビさんから検索してみました。まずはね、介護福祉士とか社会福祉士、愛媛県松山市、まあ言ってみれば田舎の方ですけども、まあ月給21万なんで、先ほど見た数字よりはやっぱり地方なんで低めに設定されてますね。その代わりね、生活経費が安いんで、月給21万からっていうところでも、まあ、苦もなく、楽もなく始めれるのかなっていうところですね。あと、給料は上げていける形があるみたいですんで、やっぱり中途の方でね、30代で入られた方でも、40代で入られた方でも、こういうところからスタートして、自分の守備範囲を広くしたりとかね、信頼構築をしたりとか、組織のマネジメントとかに関わることによって、給料は30万、40万と上げていけるんじゃないかなと思います。あくまでも初任給が21万ってことですよね。で、次、姫路のサービス。こちらの方は25万1000円ですね。だから、これが初任給ですから、こっからね、まずは30万向けて、経験を積んでいったりとか、職種を広げていくってことになると思います。次はね、加古川市ですけども、こちらの方も25万1000円ですね。ということは、大体初任給で、どこに入っても25万円ぐらいは見えるのかなと思いますよね。先ほどの地方とかになっちゃうと、四国とかになっちゃうとちょっと安いのかなと思いますし、まあその他にもね、安い地区っていうのは、それなりに、まあ生活経費が安いところと推察することができます。まあ、介護士さんになって、中途採用でもね、いきなりそんなね、15万からやらされるってことは、なかなか考えにくいんじゃないかなと思いますね。次ですね。じゃあ、アルバイトさん、派遣社員さんはどのぐらいなんでしょうかってことですけども、同じように調べてみました。神戸市では時給1300円からスタートみたいですね。まあ多分これ、固定でしょうね。ずっと1300円なんでしょうね。で、同じく神戸市の須磨区、時給1150円。で、神戸市、垂水なんですけども、1300円。東京の方に行くと時給1800円ってところがありますね。まあ大体平均時給は1500円っていうふうに思っておけばいいんじゃないですかね。まあ私も1200円広島だったんですけども、全国平均といいますかね、主要都市の平均だと、やっぱり1500円ぐらいになるんじゃないかなと思いますね。まあ、そうなると、日当8時間で1万2000円の、まあ、お給料ということになりますし、それを1ヶ月23日稼働すると、ね、7日から8日お休みをもらってね、週休2日で。そうすると、27万6000円プラス手当となりますんで、一番最初お話した
平均日当がね、平均月給か、27万っていうのと、まあ、符合するかなってことですね。で、私の場合は、1日12時間働いてました。朝6時から夕方6時まで。ですんで、時給が1200円でも、給料としては1万2000円なんで、この平均時給1500円かける8時間と、まあ、どっこいなんですよね。はい、じゃあ次です。ずっとね、数字を見てきて、ちょっといろいろと考え直すところが見つかったと思うんですよ。で、ここで2つの疑問に、ここからはちょっと答えを探していこうかと思うんですけども、例えばね、介護士さんってなんで給料が安いと思われてるんでしょうか。実は私、給料安いって思ってなかったんですよ。今はね、もうちょっと高くしてもいいんじゃないかなと思いますけども、まあ2ヶ月目、入って2ヶ月目で25万ぐらいが未経験の業種でもらえるんだったら、そんなにね、不満はないかなと思ってるんですよね。で、先ほどの例でもね、だいたい25万ぐらいとか27万とかでしょ、アルバイトさんでも。これ25万ですかね、初任給。だから、とりわけ給料安いっていうことではなくて、そっから徐々に上げていけるなら、大卒の初任給でもね、20万いかないところが私の時代でも多かったですからね。今はでも多いでしょ。ということは、最初から25万、初心者でももらえるんだったら、大卒の給与よりもいいところからスタートっていう見方もできるんですよ。で、次なんですけども、じゃあね、高い給料を取る方法はないんだろうかってことなんですよ。実はこれあるんですよ。それはね、簡単に見つかるんですよ。リクナビネクストの検索ですけどもね。まあ、リクナビさんっていうのは、まあ、人材募集とかの会社ですから、マッチングシステムですから、なんですかね、仕事の紹介とかしてもらえるんですよね。で、そこでちょびっと検索すると、もうすぐこんなのが出てきます。字が小さいかもしれませんけども、訪問介護事業所の管理者ですとかね、施設長の候補です。だからまずは現場を働いていただいて、いろいろ見えてきたら、施設長とかね、管理者になってくださいっていうふうなステップアップコースですけども、年収例は入社5年目だともう480万なんですよね。だから月給が32万、5年目で、だから初任給が25万くらいで、5年経ったら7万円上がってですね、32万になって年収が480万になってるわけですよ。これは別に悪くないでしょ。それから入社14年目の方、このモデルケースも650万ですよね。月給42万。でいきなりこういう会社に入って、こういうステップが引けるわけなんですよ。だから、そんなにね、訪問介護とか、介護の仕事って、安いとは言えないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えば私、上場企業に、勤めてました。大学を出てから。で、7年間勤めたんですけども、やっぱりね、350万ぐらいですよね、給料がね。年間で。で、入社14年目っていうと、30代半ばなんですよ。ね、20代で勤め出して、30代半ばから後半。その時に、大体、上場企業だと、平均年収700万に届かないぐらいです。で、ここに650万って書いてるでしょ？だから、どっこいなんですよ。中途で、介護の業界に入って、14年勤めて650万。ね。で、立場は施設長とか管理者ってことになって、まあ、14年も勤めてればね、さすがに現場に未だにいますみたいなことにはならないと思うんですよ。うん、やっぱりさすがにね、そこそこの立場で、会社、グループを動かせるような、そんな地位にいると思うんですよね。要するに管理とか教育にも合ってると思うんですよ。とても現場にずっといたらこの給料にはならないですけどもね。だからちゃんとステップアップすれば待遇は用意されてるんですよ。でもなぜかね、現場にずっといる人が、まあ、多い、そこに固執するのかもしれませんけども、もっともっとね、介護業界全体のことを思うなら、早く出世して、まあ、出世というかね、職位を上げて、グループ全体の、底上げをした方がいいと思うんですよね。やっぱり30代とか40代、場合によっては50代の方がずっと現場にいちゃうと、現場は助かりますけども、組織全体、業界全体としてはね、そういうふうなベテランが現場にいちゃうと、じゃあ、誰がベテランを作り上げるんですかってことになっちゃうんですよね。で、最適なシフトとか勤務体系を誰が考えてくれるんですかってことになっちゃいますから、他にももっともっとね、人を動かすためとか組織を動かすためには全体を見る人が必要なんですよ。それも現場をよく知ってる人です。だから現場10年まあ5年でもいいんですけども、5年とか10年やったらね、やっぱり現場を動かす立場職位に立ってですね、全体を見渡していくためにやっぱりこう、両手両足を開けといた方がいいですね。まあ一人の利用者さんをしっかりと見るのも大切なんですけども、利用者さん全体にも配慮して、
すべての方にね、辻褄が合うようにマネジメントしていくっていう方もやっぱり足りてないんですよね。次です。夜勤なし、残業少なめ、訪問介護事業所の管理者、施設長候補、まあ、こういう方もね、こういうふうな管理者とか施設長の候補になりたいよ、将来こういうふうになりたいよって方、初任給35万でスタートして週休完全2日、少ない残業でスタート、まあ、そうすることによって赤枠の中にもかかってますけども、これ同じですね。失礼しました。次行きましょうか。こちらです。マネジメント経験を生かす介護施設の管理職総務、50代活躍中ということなんで、まあこれはですね、介護の専門職というよりも他にも人材育成ですとか組織運営とか、まあ要するに現場で働く人の調整役ができますよっていう方ですよね。こういう方が働いて、例えば3年目のモデルが赤で囲ってますけども、3年目モデルで大体500万ぐらいの年収、給料25万で、7年目だと月給30万でいろいろついて、年収は600万。まあこのぐらいに行くと、十分平均年収よりも高いですから、全業種のね、全業種40代の平均年収より高いでしょ。だから十分な暮らしはできると思いますし、まあこういうふうな仕事ぶりをしていると、まあ、余裕な時間もありますしね、やっぱりこう介護の業界っていうのも、まあ、なんと言いますかね、産経でしょっていうふうに思われるところと、やっぱり介護の進んでるところに勤めてんだね、給料もいいよねっていうふうに見られるところとに、大体二極化っていうか分かれてくるんじゃないかなと思いますよね。次行きましょうか。今度はね、1年目の年収が500万以上が可能ということでございます。で、年収例書いてますけども、まあ、500万、658万、856万っていうふうに並んでますよね。35歳で5年目で856万だったらすごく良くないですか、これ。31歳で3年で658万とか、28歳1年目で500万ですからね。まあこういうふうに高い給料を狙うこともできるわけですね。はい、というところでね、いろいろと現実を見てきたりとか、実際にどのぐらいの待遇で一般企業が募集してるのかってことをちょびっとだけ見てきましたけども、少し見ただけでね、そんなに悪くないでしょ、介護の業界だから。給料が安いってことはあんまりないと思うんですよ。だからね、何が安い給料っていうものを際立たせてるかっていうと、2つ要因があって、1つはね、まあリサーチをして就職活動してるかどうかなんですよ。今私がお示しした動画一通り見て、あ、じゃあここに応募してみようかなっていうふうに思えば、給料は高いところからスタート、しかもその後のステップアップもちゃんとあって、それこそね、いわゆる一般企業と言えます。まあけどやっぱりこう小規模な事業者さんで、例えばね、こうフリーペーパーとかで探すかどうか分かりませんけども、たまたま近くにあるから勤務を決めたっていうところだと、まあ今日ご紹介したような感じにはなってないでしょうね。まあ、ですんで、一生決める仕事になりかねませんから、やっぱりね、検索をしてきちんと見つけていくことと、あとは現場第一主義も結構なんですけども、本当に現場第一主義なら、現場のルールとか制度とかしきたりを変えれるような、もっと上のね、権限立場にやっぱ出世していくことによって、現場で働く人の自由とか、それから協調性っていうのもね、育んでいければいいんじゃないかなと思います。やっぱり現場に一選手としてですね、前線に立っちゃうと、やっぱり指示をこう聞かないといけないんで、自分の発想は通らないし、通してもいけないんですよね。だからやっぱりある程度の、権限を持って、責任を持って現場をマネジメントしていくっていうようなね、そんな40代50代の管理職に収まれば、介護の業界っていうのはもっともっと良くなると思いますし、それこそみんなでね、高い給料取れると思うんですよ。現実に今日お示しした給料って安かったですかね。私は安いとはとても思えないのが、最初からの介護業界のイメージだし、体験でもあるし、今日見たらやっぱり安くないなと思いましたね。しっかりとした給料をもらってる方は山ほどいると思いますし、じゃあなんでしっかりとした給料がもらえるかっていうと、ちゃんとリサーチをして、ここに勤めよう、そしてステップアップを1年目、3年目、5年目でちゃんと踏んでいこうっていうふうに考えているからなんですよね。だから現場作業をずっとやることがキャリアアップにはなりません。それは作業一つの経験にはなるんですけども、やっぱりこうなんで業界全体をね、構築していくぐらいの考えていかないと、やっぱり局地的な頑張りではね、
全体はなかなか動かせないかなってところなんですよね。まあ、これはあらゆる組織について言えることなんですけどね。だから現場を改革しようと思うなら現場にいてはダメってことなんですよ。パラドックスですよね。はい。まあけども実際そうじゃないですか。最前線で働く人はその最前線の決まりを変えることもできないし、できるのは要望を上げるだけということになってきます。でも要望を上げても管理者、マネジメントするマネージャーとかは全体を見て、全体に都合がいいように一つの部門の守備範囲を決めますんでね。だから現場では、おい、あいつら管理者何考えてんだみたいな騒動が起きると思いますけども、実際にその立場に行ってみると、これが最適だなと。現場には不満がそれぞれ残るかもしれないけども、でもここだけをパーフェクトにしてしまうと、他がね、立ち行かなくなってしまうよっていうふうなバランスもありますんでね。そういうふうなバランス感覚も込みで、そのバランスに応じた人材育成のペースで、組織が平均的にこう底上げされていくという形で3年5年経つと全員でねどんどんいい待遇に目指していけるんじゃないかなと思いますね。まあ年齢に応じた職位とか権限というのは絶対に必要ですんで、やっぱりそれは中途採用であればあるほど不利ですから、短期間で自分のことをね育て上げて確固たる地位に上り詰めていくしかないかなと思うんですよ。逆にずっと現場にいる中途採用の30代40代ってなんか他のね後輩っていうかね若い新人さんから見るとちょっとねあんまり面白くないところだと思うんですよ。例えばね22、3歳で現場に入りました、よし頑張るぞって言って横で40代の人が働いていて給料が350万、これ夢持てませんよね。20代で入ってきて40代の人が給料350万で毎日自分と同じ仕事してたら、将来俺もああなるのかなと思っちゃいますよね。単純にそういうふうに思う方は多いみたいですけどね。他の魅力でなんとかね、若い人の目標になってあげるっていうのはできると思いますけども。まあ今日ね、介護業界の待遇改善について考えたつもりだったんですけども、何かどうですかね、感じることありましたかね。まあ結論言えるのは繰り返しになりますけども、介護の業界だから給料が安いっていうのは、まあ大いに勘違いじゃないかなと思うんですよ。もちろん安い給料の部署も多いんですよ。だからそこを避けてなるべく入社前にリサーチをして一番いいところに入社するって形をとってね、特に給料がたくさん出せる会社っていうのはその利益が溜まってるわけですから、利用者さんに最高のサービスを提供することができるんですよね。でいい人も集まりやすいです、給料が高いんで。給料が安いと、まあ言ってみれば安い給料でしか働けない人が集まってくる傾向があるんですよね。ですのでやっぱり働く以上その給料待遇っていうのは、どの、ね、従業員さんも注目するところでしょうから、なるべく待遇のいいところで勤める挑戦をするべきかなと私は思うんですけどね、はい、ちょっと長くなりましたけどね、こういう現実は前とあんまり変わってないなというふうに思いましたね。今日はね、皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。また何かお考えられましたら教えてください。それでは失礼します。